モールピペットとメスピペット発明者のカールフリードリヒモール安全ピペッターメスピペットとは一定の溶石を正確に計量するための器具である。ドイツの科学者カールフリードリヒモール、カールフリードリヒモアによる発明品であるためモールピペットとも呼ばれる。メスピペットは構造的にその中で溶液の調整はできない。ベットメスフラスコなどで 懲役した溶液を漂流するために使用する。一般的にメモリで任意の容量を測り取る、メスピペットを指すが、特に定量溶石を正確に測り取るピペットは、ホールピペットと呼ばれ、形状も異なる。普通、溶液は口で吸い上げるが、誤飲防止のために安全ピペッターというゴム製のアダプターの使用が推奨される。熱膨張を防ぐために、肉厚のガラス管からできており、 先端は先細りで上部に液ためのための球体部を持つ。図左のホールピペットは液ための上部の管に氷線を持ち、この線まで気泡を噛まないように液を吸い上げて、氷漁し後に排液しきったところがホールピペットの規定の容量となる。図右のメスピペットは任意の目盛りまで吸い上げて、後に排液が終わった目盛りの差分が容量になる。先端まで目盛りがあるものがあるが、 精度が低い。排液する際は上端を指で閉じ、液ためを手で温めて、内部の空気を膨張させて液を切る。内壁の濡れも計算に入っているので、不騰液切りをしてはならない。正式な計量には、国家検定を受けたメスピペットを使用する必要があり、正式なものは検定マークが刻印されている。計量法に基づく証明が不要な分野では、いずれも未検定である。 ディスポーザルタイプのメスピペットやマイクロピペットが多用される研究分野もある。